お、お、何。<ー>よろしく頼むぞ。三、二、一。さ、始まりました。え、あなたヤキなの。<laughs> 一瞬、しかと思ってたよ。<laughs> うん、これはどこかな。あれか、トールズたちの村かな。 うん、軍船。えまずいんじゃないてか、ゴルムって誰だっけアシュラットさんあ、ってことはあれだ。このアシュラット関係の、まあ、町とか村なのかなうん、村。あー、この人たちの帰る場所か、ここが。うん、遠で、まあ、フランスまで行ってたしね。 うん、歓迎してる様子もある。うん。ゴルム王子ん王子かな、まあ、王子のはずはないか。うん。なんかアシュラットで血縁者がいるんだね。この村には。うん。このアシュラットのなんか領地というかあれなのかなどうなんだろう。いやそしてトルフィンは、 もうアシラと本当やりたいんだろうね。血統が。いや、この後血統あんのかなで、やっぱあれか、この冬のために、前回わざわざフランスまで行って、お金とか稼いでたのか。前にあの正規の兵士とかもね、戦を冬の間はやめるとか言ってたから、もう本当、この人たちバイキングにとっては、冬っていうのは仕事なくなっちゃうんだろうね。だそこの間をどうにかするためにも、 この動ける間に稼ぎくだけ稼いでお金貯めて、そのお金使って冬を過ごしていくと。まあ、そういうことなんでしょう。いやんああこれがあれなんじゃない今雪だしさ、あのトルフィンの大きさといい。決闘するんじゃないかこれから。いやてか、最初さ、この人たちの村かと思ったのよ。 いやだからそこに軍船っていうからさ、もうやめてよって思ったんだけど、まあよかったわ。アシュラとたちの村で。で、お姉さんたちはどうしてんのかな今。すごい心配なんだけど、もうあんまやんないのかねこの二人のさ、あの、あれからっていうのは。うん。てかまだあれだね。見てきてないキャラがいるね。なんかすんごいゴリラみたいなのいるよね。 このオープニングに <laughs>。うん。ああ、これはさっきの村か。てか、映像きれいやなゴルムの村。ああ、漁師なんだ。おじ。じゃあ、アシュラットもあれか、そこそこの地位にいるんだろうね。うん。いや、死んだってよっていう表情ああ。 乗りたいのか。だから、欠員が出たことの方が、まあ、人が死んだってことより勝つんだね、感情的に。うん、トルフィン。うん、目が座ってる。だから戦場で過ごしてきて、あんだけバッタバッタ人倒してるからさ、こんな陸上でのほーんと過ごしてる人なんかが、もうね、喧嘩売っていい相手じゃないだろうね。 えなになに女の人ばっか。行くようん。え <laughs> なんか人気変なのかいる <laughs>。で、そしたらアシラと大人気じゃん。うん。あー、だからやっぱあれなんだろうな。まあ、この、まあ、村ではモテる存在なんだろうな。優秀ってところで。人を率いて。うん。<laughs> いや、そこがいいんだ。<laughs> うん。ああこれがおじさんうん。うん。はここであれかうん。冬を過ごす間の <laughs> そうだね。お金感謝してんだね。<laughs> うん。うんい。いや、アシュラットも大変だね。100人の生活をさ。 うん。うん。いや、これ最終的なアシュラとたちのこのグループはどうなっていくんだろうね。うん、うんうん、好きそうだよね、この人。なんか武闘派って感じだではないわ、このおじき。 コルザランド。うん。なんか、不思議な子だな。うん。ぼーっとしてたね。なんかあるんじゃないうん。奴隷なのうん。最近。はー。 じゃあ、来たばっかりだからあんななのか。あれだ。漁師の、そこのあれだからだ。うん。いいとこの子だから、そういう仕事とかができないんだろうね。うん来た来たようん。やっぱやるんだね。うん。うん。ああ、使い方。 いや、あそこはあれなんじゃないトルフィンのことが。うん。いや、けど、今のトルフィンとあれなのいや、どうなるかないや、実力者同士の戦いって感じになるんじゃないあー、でもみんな盛り上がっちゃって。すごいね。もう血気盛んな村だね。うん。 うん。誇りを持って。うん、えマジかようん。もう、舐めてるね。いやー、かわいいとか。まあ、あと、あれ、トルフィンは全然女とか目に入らないだろうな。うん。 それ知ってるんだ。うん。いやー、ちょっと頑張れ、トルフィン。<laughs> いや、けど強いだろうね。アシラット。いやー、けど少しはやれるようになったんじゃないかなって思うけど。うん。うん。あー。 成長を感じるんだね。目の前にして。うん、おおえ、やけどやっぱすごいんじゃないそれでもさ、今話してても避けちゃうんだから、アシラットって。ああ、やっぱ強いわ。うん。やけど、冷や汗かいてんね。<laughs> すげえ一撃。吹っ飛んでったよ。まあ、この稲下というかあれなんだね。 うん。後ろに、あえて自分から飛んだんだろうね。うん。うん。ああ、この言い方だとやっぱあれだな。ビョルンも相当腕前あるんだろうな。今の見方だとやっぱまだトルフィンより上なんだろうね。いやー、けどこれ、お、え剣離した。おー 大チャンスえうん。何かを感じ取ったのかな下がったね。くそうーん。えー、けど、剣を離させたのはすごいんじゃない。いやーけど、やっぱまだ本気じゃなさそうだね、アシラット。うん、まだあるな、力の差が。 うん。え名前うわうわ。これなんかあれだ。なんかしようとしてるね。うん。うん。あー、頭に血を昇らせようとさせてんのか。うん。 いやいや、そんなはずないと思うよ、あなた。えうわ <laughs> やばいやばい。だからこれによって、攻撃をあれだよ、きっと。もう力ませたり、単純化させようとしてんだろうね。いやけど、それを仕掛けなければいけないほど、 もうトルフィンの実力もついてきてんじゃないうん。あー、パッパ。あー。ああー、だからもうほんと、剣だけじゃない部分がうまいね、この男は。あー、もうダメなんだろうな。うーん。 ま、ま、まん前,前から突っ込んでっちゃって。うん。もうこの、これに乗っちゃった時点で勝負は続いてたね。にしてもすげえわ。やっぱ強いわ。うん。いやー、せっかくのチャンスだったのに。え何折ったのかな 腕、折ったんじゃない、まあ、どうせ戦なんてないし、この後さ、また決闘だとか言われてもめんどくさいから。あ、外したのか、肩をうーん。いや俺ちょっと痩せたからさ、なんか病気にでもかかっちゃったかなとか思ったんだよね。まあ、ただ老けただけなんだな。うーん まだバリバリ現役だったわ <laughs> ん。んこれはどこかなああ、あの村か。うん。なあ,あ、陸地にあれだね、上がったら、もうあとはただただ飲んで食って過ごすのかなうん。いや良よいよあれか。 このアシュラットのバイキングたちの名前を覚える時期が来るんじゃないうん。ああ、そういうことか、うん。なんかここら辺とか俺好きになってきそうな気がする。今の。<laughs> ああ。 うん。あ、さっきの、なんか調子乗ってた小僧。うん。うん。うん。ああ、そんなこと言っちゃって。ああ、そっち。うん。そうね、そこは。 もう正々堂々とやって、父のね、おめえというか、あれを晴らしたいから。うんいやー、これいつか、アシラットがやられるのかなトルフィンに。あ、あの子だ。え大丈夫なんか、震えてない うん、え、この人とトルフィンが何かあったりすんのかよそんなことない、うん、いやー、きっとそういう君はできないと思うよ。そうなっても。うん。なんだろあしろっと。うん、うわー。 ええー。うん。うん、自覚。いやー、このアシュラットってほんとさ、時々言うことが、あれだよね、妙というか。かなんか、アシュラットもね、 なんか壮絶な過去とかありそうだよね。この感じだと。ん誰だお、えあ,あ、夢だろうね。お父さん出てきたよ。んーいやー、お父さん、ほんと生きてて欲しかったなー。いやー、こんな過酷な話になるなんて。 いや普通ならまだあれだよねこんな戦場になんか出ずにさ平和にあの村で暮らせてただろうにねうんなんかあったと思う昔うんうん うん自分の力で気づく。いやー、この言葉に気づくか。トルフィンは、やる前に、アシェラットに剣を向ける前に、そこね、おーほ,ほあーほで、この子、ああやっぱトルフィンとか来たよ。 なんかありそうだね、この二人。うん、好意でも持つのかな、トルフィンに。うん。うん。ああ、寒そう。格好が。 かといってもね、あっちに戻んのも嫌じゃないなんか、野蛮な人たちの集まりに行ってもさ、なんか体とか手出されそうで怖いわ。うん。うん。自由に選べる。うん。うーん。 縛られてるっていう部分ではね。いやもうそんな殺す殺すしないで君も自分の道歩めばいいのに。トルピン。いや、この子どうなっちゃうんだろう。 うんうん何もないいやーこの子もやけこういう時代だったんだろうね本当うん特に女性とかにとっては厳しい時代だろうな で、トルフィンもあれだよ。もし仮にアシュラットやったとしても、その後どうするんだ、彼は。あ、ビンランド。うん。いや、それ、そこを目指すたびに出て、あなた。うん。いや、レイフさんとかとさ、そういうたびに出てくれ。<laughs> いやなんかそんな感じになりそうな気すんな。ビンランドを目指すというか、トルフィン。ああ、けどそこまで行くまでかな。なんか長そうだな。これは、なんかずいぶん立派な船が。ああ オープニングにいた人だ。あ、だいぶ偉い人なんだね、この感じ。赤いマントで。デンマーク。王子とかかな今の。うん。せああ、めちゃくちゃ強いのかあの人。 なんか同年代のライバルとかになるのかな、うん,んこのマント。あ、そっちか。うん。ああ、もうあれか。冬が終わったのか。だかいよいよ本格的なね。うん。戦が始まるんだ。 また明日だってトルフィーも出てくるんだろうなクヌート。あ殿下だやっぱりもう強いのかなこの子。んうん。 ああ、お兄さんもいるんだね。うん。ああ、じゃあ、つってこともなさそうだ。まあ、箱入り息子なのかもね。けど、戦場に連れてきたんだ。うん。うんあ。厳しい環境に息子を置かせようって考えか。お父さん。 うん、それでいいのかな今の人の表情を見ると。また別の何かあったりするのかここも。親子関係、うん。なんか全然晴れたような表情じゃないね。目が曇ってるというか、綺麗だけど。うん。うん。いやー、バイキング主力艦隊だって、かっこいい。うん。 はあ。いや、すごい大構成なんだね、本当に。うん、重林。もうここにいるのかアシュラットたちも。ん停滞。なんだはあ、ロンドン。 まあ、けど、あの、ロンドンじゃないね。これは、イングランドのロンドン。んイングランドのロンドンああ、ちょっと待って、こいつ、え <laughs> 何なに <laughs> やば。やばすぎる。 いやー、もう声優さんも最高だし <laughs> 何。何やばそう。<laughs> ああ、これがあれか。今度倒さなきゃいけない相手になるんだね。トルフィンとかが。<laughs> いやー、いろいろ出てきたな。これでだいたいオープニングのあれじゃない気になってた人全部出てきたんじゃない今回の話で。で、殿下って呼ばれてたのと、今の大男と、 だから、あの、殿下とトルフィンがどうなっていくかだよね。また戦場であれなのかななんか貨幣とかになって助けたりするようなことがあんのかなトルフィンがうーん。で、あの奴隷の女の子との話はあれか。もう終わりなんだね。もう冬も明けてるから。 なんか特に恋愛とかそういうことはなかったね。まあ、そんな余裕もないか。あの絶望な感じを聞いてると。いやー、なんか本当にこの主人公のトロフィンはどこに向かっていくんだろうないやー、仮にここであれだよね、剣を置いてさ、アシラットを諦めたとしても、また、もうその諦めるっていうのも難しいだろうしね、完全に。 すごいちょっと、スッキリしないまんまね、生きていくのも辛いだろうな、という気持ちもわかるんだよ。かといって、やったところで、じゃあそれで晴れるのかっていうのもあるしな。 はい。というわけで、また、いよいよ次回から、本格的な戦ということでね、まあ、トルフィンの活躍、ここに期待したいんですけど、まあ、戦のね、そのバトルシーンとか、そういうのもいいんだけど、お話の方のね、この重厚な展開、また、ここがどうなっていくのかっていうのが、このビンランドサガはね、まあ、面白いところだから、これからそれぞれのね、国の行く末とか、それぞれのキャラクターがどうなっていくのか、また、皆さんと一緒にね、楽しく見ていきたいと思います。えー、というわけでね、以上、動画も突破お送りしました。バイバイ。